藤井聡太と渡辺明、将棋界の教養レベルの違いに迫る、こんにちは、専門ライターのです。今回は、将棋界で話題になっている、藤井聡太と渡辺明について、教養レベルの違い、について深掘りしていきたいと思います。まず、藤井聡太は、将棋界でも、異例の速さでプロ入りを果たし、現在は最年少の騎士、として注目を集めています。一方、 渡辺明は、将棋界で長年活躍し、現在は、名人くらいを保持している実力派棋士です。藤井聡太は、将棋に対する情熱が非常に強く、幼少期から将棋に打ち込んできました。しかし、一方で、一般教養については、あまり関心がないとされています。一方の渡辺明は、将棋以外にも、幅広い知識を持ち、著書も多数出版しています。将棋界では、 プロ騎士には一定の教養レベルが求められます。例えば、将棋のルールを理解するだけでなく、将棋以外の知識も必要になることがあり。ます。その点で、藤井聡太はまだ若いため、教養レベルについてはまだ改善の余地がある。という見方があります。一方で、藤井聡太が若いということは、まだまだ成長の余地があるということでもあり。ます。 将棋界での活躍だけでなく、教養レベルも高めていくことで、ますます将棋界で注目を集める存在になることができるかもしれません。皆さんは、藤井聡太と渡辺明の共用レベルについて、どのように感じていますか将棋界、における教養レベルについても、ぜひコメントしてください。それでは、次回の動画もお楽しみに。動画をご覧いただき、ありがとうございます。 この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。